はい、どうも、こんにちは。J リーグネガサポーターの陽平です。J2 リーグは第21節が行われました。ついに J2 リーグも前半戦が終了し、折り返し地点を迎えました。皆様の愛するクラブの今シーズンの調子はいかがでしょうか？今回の動画では、ルヴァンカップの影響で、本日は清水対秋田、磐田対甲府のゲームは翌週での開催となるため、この2試合を除く全カードの結果と注目ゲーム4試合をしっかりと深掘りし、それを踏まえての順位表まで確認していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。まずは徳島対山形のゲームから。結果は1対1でドロー決着となりました。両クラブともボール保持を得意とするクラブ同士、非常にレベルの高い好ゲームとなっていましたね。試合展開としては山形のプレスを裏返す徳島の巧みなビルドアップが目立っていたと思います。ゴールキーパースアレス選手も含めた最終ラインのビルドアップが徳島はかなり洗練されてきており、山形が何度も前からプレスをかけるんですが、それをかわしてビッグチャンスにつなげていました。最後の部分の精度がもう一つといったところで、ゴールを決めきるところは課題と言えそうですが、序盤戦苦しんだ徳島が非常に完成度の高いビルドアップができていたことに驚きましたね。中盤3枚の白井選手、杉本選手、ヒョン選手も、いや、すごく上手くてですね、プレスが多少きつくてもかわせますし、特にヒョン選手、素晴らしかったですね。静岡学園高校出身のまだ19歳の選手ですが、将来が非常に楽しみな選手ですね。このように徳島非常に素晴らしくて、前半終了まで、そして後半の中頃までは徳島ペースで試合が進んでいて、試合を通して多くの時間帯で徳島が優位に試合を運んでいたと思います。ただ山形も交代カードが非常に充実しており、ここまで5連勝、天皇杯も含めると公式戦6連勝中のチームとあって、後半途中の段階でまあ0対0なら山形が勝ちそうかなと思って僕は試合を見ていました。実際は柿谷選手の突破から PK を獲得して徳島が先制に成功するんですが、まあやはりと言いますか、後半途中から山形もペースを奪い返して横山選手がビッグチャンスを迎えるなど山形の強さも見えた試合でしたね。山形の得点シーンは徳島のクリアボールが、まあ偶然的にチアゴ・アウベス選手に渡ってしまって、まあそのまま失点ということで、アンラッキーな面もあり、試合内容的には、まあ個人的にはね、徳島が素晴らしかったゲームなのかなと思いました。しかし一瞬の隙を仕留めるチアゴ選手のこの力、ゲーム展開を変える山形の交代策など、さすが公式戦6連勝中のチームだと、山形の強さも同時に感じたゲームでもありました。両者ストロングポイントが発揮された好ゲーム、後半戦の巻き返しに期待したいですね。続いては大分対岡山のゲーム。結果は1対0でホームの大分が勝利しました。大分は昇格に向けて非常に大きい勝利、岡山は痛い連敗となってしまいましたね。試合は両チームとも意外な先発メンバーとなっていました。ホームの大分は前節に続き本職フォワードを置かない 4-4-2、 前線は野村選手、中川選手の配置となっていますが、左サイドバックの高畑選手が高い位置を取って、左サイドハーフの藤本選手が最前線のフォワードの位置に入ったり、ゲームの中で流動的に動いていました。このあたりは、しげ選手の長期離脱など、怪我人が多い苦しい台所事情が伺えますね。対する岡山も、
絶対的守護神のゴールキーパー堀田選手をはじめ、河野選手やルカオ選手、ムーク選手、バイス選手といったこれまでの中心選手がスタメンを外れていました。佐野選手が右サイドに入り、左サイドには高橋選手がスタメン、ツートップは桜川ソロモン選手と坂本選手の配置となりました。試合は前半は大分のポゼッション、ビルドアップが特に機能していたと思います。前半は 70% に達する支配率を記録し、弓場選手にビッグチャンスが訪れるなど、岡山を押し込む展開となっていました。特に大分の10番、野村選手が圧巻のパフォーマンスで、抜群のテクニックでチャンスを数多く演出し、深い位置でも絶対に取られないキープ力も素晴らしかったです。野村選手はリーグで非ファール数が最も多い選手ということで、それだけ相手の脅威になっていて、ボールロストをしない選手の証明ですね。いや、野村選手がね、めちゃくちゃうまかったですね。対する岡山は、特に坂本選手にいい形でボールが入ることが少なく、なかなか自分たちのペースにならなかったですね。後半は岡山も盛り返して、セットプレーからチャンスを作るなど、一進一退の攻防が続きましたが、大分は藤本選手が奪ったゴールを最後まで守りきり試合終了。苦しい台所事情ながら難敵を退け、貴重な勝ち点3を獲得。大分はこれで3連勝となり、良い形で前半戦を締めくくることができましたね。昨年の6位、3位の実力クラブ同士の注目カードは大分に軍配が上がりました。続いては長崎対大宮のゲーム。結果は2対0でホームの長崎が勝利しました。昇格へ向けて長崎は貴重な勝ち点3。対する大宮は13戦未勝利かつ4連敗。今節も浮上のきっかけをつかむことはできませんでした。大宮は今節思い切ったメンバー変更を実施。ここまで最前線でレギュラーだった富山選手がメンバー外。なかなか失点に歯止めが効かない守備陣も、43歳の大ベテラン、ゴールキーパー南選手をリーグ初先発。センターバックも20歳の大森選手を初先発と、フレッシュなメンバーで現状の打開を図っていました。対する長崎も、フォワードエジガル選手が3戦ぶりに先発するなど、メンバーの入れ替えがありました。試合はお互い決定打を書きながらも一進一退の攻防が繰り広げられていたと思います。長崎は左サイドバックの米田選手の攻撃参加が効果的で、スピードのあるドリブル、前線へ飛び出す推進力と長崎の攻撃のキーマンとなっていたと思います。米田選手の存在感は長崎では非常に大きいなと感じますね。またボランチの桑崎選手も、いやすごくいい選手ですね。高いテクニックで攻撃の起点となりますし、いやものすごく上手いので、桑崎選手も替えのきかない存在になっていると思います。対する大宮はアンジェロッティ選手、柴山選手を中心に攻撃を展開。アンジェロッティ選手は体の強さ、テクニックの高いフォワード、柴山選手は小柄ながらキレのあるドリブルや思い切りのいいシュートなど持ち味を発揮して攻撃を牽引していました。序盤はこのように引き締まった好ゲームで、どちらに転んでもおかしくない展開のゲームだったと思います。しかし最後はやはり守備のちょっとしたディティールの差で勝敗がついてしまったように感じます。長崎は前半終了間際と後半開始早々にゴールを奪って快勝となったわけですが、1点目の米田選手のゴールは大宮ディフェンダーのルーズボールへの反応が遅れて米田選手に寄せきれず、フリーでシュートを打たれてしまっていますし、2点目のエジカル選手のゴールもサイドのクロスボールに対して完全に
フリーにさせてしまっていましたから、相手選手を最後の局面で自由にさせてしまいました。守備の人数も足りている局面でしたし、それまで非常に締まったゲームだっただけに悔やまれる失点だったと思います。にやかサポーターの良平は前節の藤枝戦も拝見したんですが、大宮の失点シーンはマークの受け渡しがちょっと遅かったり、ディフェンダーのスライドが遅れてしまったり、相手に自由を与えて失点するシーンが多いので、攻撃はいいシーンを作っているだけに守備の再構築がやはり必要だと感じますね。 J1 在籍期間も長い大宮が前半終了時点で最下位に低迷、まさかの J3 降格も現実味を帯びてきてしまいましたかね。次節は同じく降格圏のいわき FC と対戦、後半戦初戦から裏天王山ということでビッグゲームが待っています。大宮の浮上を次節こそ期待したいところです。続いては山口対仙台のゲーム、結果は2対0でホーム山口が勝利しました。エスナイデル監督体制初勝利、内容も伴った非常に価値のある勝利となったんではないでしょうか。この試合の山口もエスナイデル監督の真骨頂、ハイラインハイプレスの超攻撃サッカーを実践していましたね。序盤から仙台相手に押し気味に試合を展開し、山口のやりたいサッカーができていたと思います。エスナイデル監督となり、攻撃時にボール保持者を次々と追い越すアグレッシブな攻撃がどんどん出てきており、特に主から攻に切り替える際の攻撃のスイッチが入って勢いよくゴール前に入ってくる迫力は圧巻でしたね。守備に関してはちょっと危ないファールもありますが、暑さの厳しい日中のゲームの中でも非常に強度が高く守備ができていて良かったですね。またこの試合は左サイドバックの沼田選手の活躍が目を引きました。左サイドから逆サイドへ質の高いクロスボールを供給、先制点となる矢島選手へのアシストも素晴らしかったですね。対する仙台も中島選手を中心に山口ゴールに迫りましたが、あと一歩及ばず、途中投入のホ・ヨンジュン選手の決定機など同点に追いつけそうな場面があったんですが、直後に山口の野より選手のゴールが決まってしまい、これが痛かったですね。山口は2点リードの後もハイプレスを継続、最後までアグレッシブな姿勢は崩さず、ホームで強敵仙台相手に勝ち切り、また面白いチームが出てきたなとにやかサポーターの良平は感じました。就任2試合目ですでにエスナイデル監督の色が存分に出ており、後半戦に向けて非常にポジティブな試合だったのではないでしょうか。最後に他会場の結果と順位表です。藤枝対熊本は0対4で熊本が勝利、エースの石川選手の長期離脱で非常に苦しい台所事情の熊本ですが、相原選手が強烈なゴールを決めるなど大量4得点での快勝でした。金沢対水戸は2対1で金沢が勝利、いわき対千葉は0対0のスコアレスドローとなっています。栃木対町田は1対1のドロー、栃木が首位町田相手に貴重な勝ち点1をもぎ取りました。ヴェルディ対群馬は2対2のドロー、ヴェルディはアウェーで5連勝中ですが、ホームでは4月12日以降勝利がなく、この試合でもホームでの勝利はわずけとなりました。順位表です。清水対秋田、岩田対甲府がルヴァンカップの影響で未消化であり暫定での順位表となります。本節で全42試合のうちちょうど半分の21試合を消化したわけですが、
首位が町田、2位が大分となり、この2チームが自動昇格圏に位置しています。プレーオフ圏では3位ヴェルディ、4位長崎、5位甲府、6位磐田、はい、となっており、ヴェルディ甲府に関しては開幕前の下馬評もそこまで高くなかったと記憶しておりますが、前半戦終了時点で好位置をキープ、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれています。そして7位には大本命と目された清水、まだ1試合未消化ではありますが後半戦巻き返しとなるでしょうか。8位には熊本が入り、昨シーズンのサプライズの再現となりそうな不気味な順位にいる熊本、昨年の悔しい思いを晴らすことができるでしょうか。続いてボトムハーフです。山形の連勝が5でストップし12位、昇格組の藤枝が13位と攻撃サッカーを J2 でも遺憾なく発揮し、前半戦素晴らしい戦いを見せてくれています。開幕前は昇格候補にも挙げられていた徳島が16位、この位置は非常に驚きですが、本節の内容を見る限り後半戦は非常に期待が持てる内容だったので、ここから順位を一気に上げてきそうな気配があります。高学圏にはいわきと大宮、大宮は13戦勝利なし、そして残留圏内の20位まで勝ち点差が7、非常に苦しい状況となっていますね。次節はいわき対大宮の直接対決もあります。残留争いの直接対決ということで、後半戦からいきなりビッグゲームとなりそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは J2 リーグの話題を中心に取り上げさせていただいています。 J2 リーグをより魅力あるものに、そしてより楽しめるようなコンテンツを配信したいと思っています。僕自身も J リーグが大好きで、J リーグに携わるような仕事がしたいと思って YouTube 配信を始めました。ゆくゆくはクラブ関係者の方からお声がかかるような、そんなチャンネルになることが目標です。そのためには多くの方に認知され応援されるチャンネルになる必要があります。当面の目標として登録者5000人を目指して頑張っていきます。今後ともにわかサポーターの良平は頑張りますので、ご興味ある方チャンネル登録、そしていいねボタンも押していただけると励みになります。よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。